こんにちは、アップルテニスクラブ社長の野橋です。テニスクラブの仕事全般をもちろんやっております。で、また、ガット張りや、コーチもしております。で、今日は、ガット張りを皆様にお届けします。よろしくお願いします。まず最初は、セットから始めます。私が張る場合にまず、セットで心がけているのは、この止める時のネジとかを強く締めすぎないようにしてます。ポリガットは、折れてしまいますと、張ってる時に切れるとか、張ってすぐ切れるとか、そんなことになりやすいので、その辺を注意しながら張るようにしています。このフレームの場合、メインがまずは16本で、横は15本なので、1本針で貼っていきます。で、縦はまあ全部一緒に貼っていくんですけれど、横を、下3本分と上の残りの分というふうに分けて貼っていきます。48ポンドの注文なので、機械の方の設定を48ポンドにします。で、最初まず2本入れて、スターティングクランプでここを止めとくんですが、その時にフレームに傷がつかないようにこういうものを用意して止めています。縦糸ですが、最初のうち、真ん中3本ずつぐらいまでは、同時に張っていくようにしています。こちら側が下の3本分を残してあります。こちら側で、上のあと残りの分です。で、どうしてもガットがこちら側に、ガットの張ってない方側に、たわんできますので、それを直してあげるのと同時にここのたるみを取ってあげてます。ここでいくらたるみを取って、ここの、引っかかりのところを解除するために、引いていても、こちらがストップしていれば全然意味がないんですが、この機械はずっと引き切りになってますので、この時にガットを動かしてあげると、ここのたるみ部分はきれいに引けてます。で、引いたまんまの状態で止めるので、テンションにロスはありません。で、この時ですけれど、この最後の1本を引く時は、同じ48ポンドではなくて、48ポンドに私の設定は1割、このポンド数を上げて結ぶ時の緩みをなくすためのテンションにしてます。これはポリガットなので普通に結んでいきます。これがナチュラルガットの場合ですと、結ばないで止めています。いろいろガットによって違う場合があります。はい、次は、横ガットの残りの部分ですね。これも最後の1本なので、またノットテンションをかけていきます。
まあ、とにかく、丁寧に貼るようにして、あとは皆さんが快適にプレーできるように、試合に出て勝てるように、そんな風に貼ってますので、一応こちらで貼り上がりです。ぜひ試してください。よろしくお願いします。